第6回恵比寿吉和杯真夏の女王決定戦、本日12レース優勝戦に出場する6選手の入場です。皆さん拍手でお迎えください。まずは1号艇山川美幸選手です。そして2号艇岩崎芳美選手、続いて3号艇平高奈々選手、4号艇柿内清美選手、5号艇岸恵子選手、そして6号艇池田志乃選手です。皆さん今一度6選手に大きな拍手お願いいたします。さあそれでは選手の皆さん椅子に腰掛けていただきまして、山川選手は真ん中の方へお願いします。でははい、恵比寿さんも一緒に参りましょう。じゃあ山川選手を挟ませていただきまして失礼いたします。ここに出る？あ、いいです。はい、山川選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。恵比寿さんにね選んでいただいて、はい、幸先のいい初日から、はい、ありがとうございます。もうパーフェクト V まで、ね、はい、あと1勝ということで、ね、すごいですよね。ここまでの活躍恵比寿さん期待されてました？まあ強いとは正直期待してませんでした。違う違う、強いとはもう本当にもう知ってますけど、俺が船券買った時は俺穴狙いなんで、はい、穴が出ないことがすごく私の船券的には残念な結果な。恵比寿さんはちょっとまあ微妙な気持ちになったということですが、山川選手どうですか、もう船足言うことない？そうですね、回り足は本当にいいですね、はい、今日はもう何か特別作業というのはでは考えていらっしゃらないですかね？いや、もう本当にあの気温と相談でプロペラです、うん、はい、はい、どうですか今節スタートタイミングも勘通り？まあまあ勘通りいけてるとは思います、うん、はい、まあもちろんもう今日は優勝しか狙われてないと思いますが、はい、これだけたくさんの方が見ていらっしゃいますので意気込みを改めて、はいはいはい、しっかりスタートを入れてあの先に回りたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。山川美幸選手でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうも。さあ続いて2号艇岩崎芳美選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。岩崎選手もね恵比寿さんに選んでいただきましたお一人ですけども、どうですか恵比寿さん？いやいや、なんかちょっと俺を見つめたからちょっとドキッとしますドキドキされてるみたいですけども、なんですか岩崎選手、はい、10戦中7勝ということで、はい、エンジンも仕上がってますか？そうですね、はい、いい感じになってきました、うん、どこが特に気に入ってますか？ちょびっと伸びるところですかね。ちょびっと伸びるところ、はいはい、乗りやすさとかはどうですかね？ですね、乗りやすさがその時その時で違うんで、うんうん、はい、今日何か考えていらっしゃいますか作業は？ペラの 微調整くらいですかね、うんうん、あとは、はいはい、今節スタートはいかがですか？タイミングスタートは、はい、勘通りだいたいいけてます。なるほど、分かりました、はい、休み明け4節目ですが気合ももう十分、はい、はい、笑顔が見えてますけど恵比寿さんからも何か？そうですね、まあ、多分2コースになると思うんですけど、はい、山川選手が 1号艇にいて、はい、これどうやったら勝てると思いますかね？もう山川さんがスタート遅れるしかないですねそうですか。でも絶対遅れないんでどうやって勝って、もし同体スタートだったらどうします？そうですね、まあ、その時によるけどまくるか刺すかはまだ迷ってます。なるほど、はい、分かりました。はい、はい、それでは最後になりますがファンの方に気合の一言コメントお願いします。はい、私も優勝したいんで頑張ります。応援してください。はい、頑張ってください。矢崎芳美選手でした。頑張ってください。続いては3号艇平高奈々選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。平高選手もね恵比寿さんに選んでいただきまして、はい、はい、恵比寿さんどうもおめでとうございます。ありがとうございます。もう四国の選手がね、3人、ね、1号艇、2号艇、3号艇って4人じゃないですか、四国、あ、3人、ん？ 1、2、3、4人ですよね。あ、4人、ね、あれみんなで四国勢が、あ、ちょっと待って、誰？ちょっと待ってあれで、あー、あー、あー、すいません四国の選手強いですね、しかし強いですね、本当、切磋琢磨してね、いいこう影響を与え合ってるんじゃないですか？
そうですね、あの素晴らしい先輩方なんで、うん、はい、いい勉強になってます、はい、さて今節どうですか、エンジンの仕上がり具合、満足いく仕上がりになってますか。いや大したことはないと思うんですけど。そうなんですか、はい、まあ、ここまで7勝なんでね、いい感じかなと思いましたが、そんな大したことないって言いながらもここはいいかなというところは、うーん、昨日までは、はい、乗り心地は来てたんですけど、はいはい、昨日はその乗り心地すらちょっと怪しかったんで、うんうん、はい、今日はまだ乗ってらっしゃらないですね。そうですね、はい、そのあたりを確かめながらになりますかね、はい、スタートはいかがですか。そうですね、もともと勘が悪いので、あらあら、なんとも言えない感じです、はい、今日どのくらいを目標に行きましょうか。一定心行けたらいいなとは思ってます、はい、それでは最後になりますが、ファンの皆様に一言お願いいたします。優勝は半年ぶりですごく多分緊張すると思うんですけど、四国の先輩が4人も乗ってるので、まあ勉強させてもらえたらいいかなと思ってます。応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。平高奈々選手でした。さあ続いて4号艇柿内清美選手です。優出おめでとうございま す, います。初日はね、残念ながら恵比寿選抜にはね、選ばれてましたけど、何かここで文句とか、全員がその乗ってくるわけじゃないですからいや俺もいろいろ選んでね、柿内選手をどうしようかなってこう、はい、まあ、いろいろこうあるんですよ、こう勝率、いろいろ、ね、過去 の, この現代の勝率とかね、はい、もう本当に申し訳ないです一時はこう入れてたんですけど、すまたこう考えたらちょっとこう誰かと入れ替わったりとか、ごめんなさい、ね、はい、すいませんでしたどうですか柿内選手、今節のエンジン船橋の特徴っていうのは何かありますか。最初ちょっと乗りづらかったんですけど、はい、2日目からだいぶ乗りやすさが来ました、うんうん、はい、今日何か作業っていうのは考えてらっしゃいますか。ペラ調整少しして、うん、もうそれで行くつもりです、うんうん、分かりました。この優出メンバーで比べたら どれくらいかなと、船橋的に、うん、まあ遜色ないと思うんですけど、うん、なるほど、はい、今節どうですかスタートっていうのは。スタートはちょっと控えめですね、はい、何か今日目標タイミングはありますか。目標は一定心です、うん、全速で、はい、角だからね、4コースの角になりそうだから、うん、なんか一気にまくっていくっていうことも考えられるけどね、うん、そうですね、スタートさえ、まあ、いければいいんですけど、はい、一本持ちなんで、あ、まあ、でもそのあたりもね、はいはい、頑張っていただきたいと思いますが、最後になりますがファンの方に一言お願いいたします、はい、元気なレースをお見せできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、竹内選手頑張ってください。ありがとうございます。さあ続いては5号艇岸恵子選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ岸選手、はい、今朝、はい、エンジンね見てらっしゃいましたけども、はい、何か気になるところが、うん、ずっと大した足ではなかったんで、うん、今日ちょっと触ってみました、はい、どの辺が上積み測れたらいいなと。伸びがもう少しくればなと思います。なるほどなるほど。この後の作業の予定としてはでは、まあ、さらに何かというの試運転してみて、はい、悪ければ戻すし、はい、そこからペラーも合わせていきたいと思います、はい、乗り心地とかはどうですか。乗り心地も良かったり悪かったりですね。そうなんですね、はい、どうですか、岸さんのことも恵比寿さんはね、恵比寿選抜に選ばれてなかったんですけど、はい、でまたそこに触れますけど全員は乗ってこれ、ね、全員は、ね、選べないです、まあ、今節の戦いぶりを見て恵比寿さんいかがですか。もうなんかよく着実にね、はい、ハンドル入れてると思いますよそんなコメント出てます。今日はちょっとね5コースになりそうですけど、うん、どういった戦法でいくっていう考えはあるんでしょうか。まあ、展開つければいいかなと思ってます。展開ついて差しですか、はい、あ、なるほど、ということは柿内選手にまくってもらってですね、っていうことですねニコッと笑顔が見えましたけれども、さあそれでは最後になりますけどファンの方へ向けて意気込みをお願いいたします。打倒1号艇で頑張りますああ、いいですね、なるほど、頑張ってください、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。さあそれでは最後に6号艇池田篠選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。
頑張りやっと飛んでますけど、前節のね優勝から続いての優勝となりました。まあ、ちょっと前節嬉しい優勝でしたね。はい、だいぶ嬉しかったです。だいぶ嬉しかったですね。そしてリズムよく大村に帰ってこられて、はい、はい、どうですか今節船足というのは戦ってみて。多分優勝戦の中に入ったら弱いと思います。あら、どのあたりでそういうのを感じられますか。全体的に。全体的に、はい、じゃあ今日はその全体的な部分をちょっとでも上積みするために何か作業っていうのは考えていらっしゃいますか。乗り心地が来たり来なかったりなんで、うん、まあ、ひとまず乗り心地は来させて、はい、行きたいと思います。なるほど、分かりました。恵比寿さん何かコメントは。いや、いつもあの池田さんはね、あのこのシリーズだと、はい、だいたいドリーム戦に選んでるんですけど、はい、今回どうしてもね、ほらもう一人香川選手と、はい、ちょっとこう迷ったんですよ。だからなんかあの最近の成績見ると香川さんの方が良かったんで、前節優勝したんですね、香川さんの方にしてしまったんですけど本当にあの申し訳なかったと思ってでもそれでなんかこう怒って走ってなんかこう優勝したんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですか。そうですね、だいぶ怒ってますねでもね、恵比寿さんのおかげで発奮材料になってということで、はい、結果をもらえということにしておきましょうかさあ、6号艇ということですけども、どんな戦い方したいなと。そうですね、もう6コースで遠いんで、うん、まあ、キーさんに行ってもらって、はい、まあ、思い切って別に6コースって決まったわけじゃないんですから、前付けとかは考えてらっしゃいますか。前付け行ってももう山川さんにチューンってやられるだけなのでもうキーさんに行ってもらって展開つくだけです。なるほど、分かりました。それでは最後になりますが、ファンの皆様に意気込みを一言お願いします。6コースでちょっと遠いと遠くなるんですけど、レンに絡めるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、頑張ってください。さあ、あ、ではマイクいただきましょうか。はい、それでは、優勝戦出場メンバーを改めてご紹介していきたいと思います。皆さん拍手お願いします。まずは1号艇山川美幸選手、2号艇岩崎芳美選手、3号艇平高奈々選手、4号艇柿内清美選手、5号艇岸恵子選手、6号艇池田篠選手、以上6名が優勝戦を戦います。皆さん今一度大きな拍手お願いいたします。それでは6選手退場となります。今日の12レース優勝戦、この6名の選手が熱い戦いを見せてくれますので、ぜひ皆さん最終レースまでこのボートレース大村本庄にて応援の方よろしくお願いします。